今ね、もう出かける準備してるんですけど、とんでもないことが判明しまして、なんと、コンタクトレンズを忘れた。だからね、何も見えなくて。私視力が悪くて、いつもまあコンタクトかメガネかけてるんですけど、マイナス3ぐらいかな、今。台湾で言うとマイナス300とかそれぐらい。で、まあ運転は絶対にコンタクトかメガネかけないといけないし、外出する時もないとやばいですね、ちょっと。家の中だったら全然大丈夫なんですけど、ぼやけちゃって本当になんかもう、多分1メートル先の文字とか全然見えないですもん。なので、ちょっとどうしようって思ってて、朝どこもやってないんですよ、そのコンタクト売ってるところが。ドン・キホーテ行こうかなと思ったけど、10時からで、もう11時には空港着いてないといけないんで、間に合わないんですよね。空港にコンタクト売ってるかな？いや、売ってないよな。やばい、ちょっと。それでは空港にコンタクトレンズが売ってるっぽいので、ちょっともう早めに出発します。たくん、行くよ。行きまーす。忘れ物ないよね。なんかもう忘れすぎて怖い。忘れてないね。シアくんいるね。シアくんいます。私もいます。 OK。 9番から行きます。9番。うわー、しあくん、これ登れるかな？大丈夫？頑張れ、頑張れ。しあくん、お、もうすぐ着くよ。着いた。しあくん着いた。電車大きいね。どうぞ。ここ入れて。ここ回して、はい、もう一回回して、そう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 、出た？出たね。何かな？開ける？ちょうだい。やくん、これ何色のペンギンですか？何色のペンギン？キラ、ちゃん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 。ペンギンです。ペンギンです。何歳ですか？シュシュです。あ、3歳なの？すごいね。やろう。はい、シャコ行くよ。何してるの？行く？やだ。やだ？はい、やだ。どこ？特殊で。いいよ。なんか着いたよ。荷物の中にコンタクト入ってるから、コンタクト買わなくていい。なんかここ広いな。こっちで荷物取ってきまーす。誰かな？あ、そう、これこれ。ゲットしました。コンタクト。コンタクトはいつも弱めのやつをつけてます。すごい、見える。はい、しおくん、おもちゃ買えるよ。もうしおくんはこれ乗れないんですけど、このボタンの位置絶対危ないと思う。このトイレ作った人、絶対に育児したことない人ね。しおくん、はい、しおくん、ついでに服着替えました。しおくん、立ち。おいしい？アンパンマンチョコ。シアは3歳になってからアンパンマンチョコに目覚めました。バイキンマン。なんかジュースある？ジュース。カードももらった。おいしそう。おいしいね。ついたよ。まずお金を交換してきます。ばえ、初めて
サーチ今食べます。おいしい？おいしい？よかったね。めっちゃ食べてる。よくママ食べていい？ちょっとだけちょうだい。やだ。ママ食べていい？やだ。一口だけちょうだい。完食。美味しかった。よかったね。くちしる？どれ？くちしる？おかわり？はい。もう一個食べるの？はい。いっぱい食べたじゃん。え？おに。うん。海苔。おに。到了。着いたよ。どうですか？台湾。台湾。いいね。くじしる？じゃん。めっちゃ嬉しいもの見つけました。ダダン、台湾の。高飯茶。やばい、これは嬉しい。え、これ飲んでいいの？すごくない？お茶入ってる。やばい。あとね、これなんかおやつが、おかきかな、おかきが出てます。すごい、いろんな種類の飲み物が、まあ、いろいろ置いてあります。めちゃくちゃ充実してる。あとこれ何かなって思ったら電子レンジ。すごーい。何これ？あ、すごい。美容セット。入浴剤。よし。ブラシある。この石鹸はお持ち帰り OK だそうです。すごい、お持ち帰り用の袋ついてる。今から台湾の友達とご飯食べに行ってきまーす。日本から持ってきたダイソーのおもちゃ。でもね、このホタルの近くにダイソーあるんですよ。まさかの。いただきます。あ、なんか出てきた。那个中奖了，这个是什么？我给它。耶！那个名字叫什么？可爱。那个。めっちゃ動画撮るの忘れてた。そして今もうシュリアは寝ました。爆睡です。今ね11時過ぎなんですけど、今日もう疲れたみたいで早めに寝ましたね。いつも12時とかに寝るので割と早めの方だと思います。本当にあの私動画撮るの忘れてたんですけど、あの薬局に行きましてご飯食べた後にでね、めちゃくちゃ可愛い生理用品見つけたんです。で紹介しますね。だからみんな知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ可愛い。じゃじゃん。これ何かわかる？わかる？わかるか？これ何かわかりますか？皆さん。超可愛い。これ、ナプキン。日本でこんなナプキン売ってない。全部なんか、あの、パックに入ってて、めっちゃ便利。でね、私も、あの、4年ぶりの台湾だというのに、生理1日目が、旅行1日目にかぶり、しかも雨だったんですけど、あ、でも台湾着いたら晴れててよかった。で、生理だ、めっちゃついてないなって思ってたら、こんなに可愛い生理用品と出会いました。ちょっと開けてみよう。中身はどんな感じなんだろう。ちょっと待って、
やばい。なにこれ。すごい。ちょっと見て。なに？なに書いてんの？来年な。ディーレンだ。ディーレン、ジュースポイント。なにこれ。すごい。これなんかお土産にしたい。しかもすごいのが、これさ、一つ一つ袋に入ってるっていうのがすごくいい。ちょっと全部開けたくなるね。だいたい想像はつくんですけど。わあ。これはめちゃくちゃ日本人受けするお土産になると思います。しかもなんかスーッとするやつですよね。多分これまだ使ってないんでわかんないんですけど、リャンガンって書いてるんですよ。リャンガン。日本にそういうのないよね。なんかスーッとするやつ。めっちゃ面白い。待って、ちょっと開ける前に写真撮ればよかった。写真撮ってないじゃん。開けちゃった。写真撮るけどさ、めっちゃかわいい。私も早く寝たいんですけど、ちょっと仕事が残ってて、なんかね、毎日仕事に追われてる。まあ暇よりかはいいことなんですけど、毎晩夜の2時とか3時ぐらいまでやってて、あ、でもね、明日はローチューファンの、工場見学に行ってきますので、今日はちょっともう1時までには寝たいなと思ってます。めっちゃ楽しみ。もう無理、もう眠気の限界が来たので歯磨きして寝ます。すごい疲れた。見てこの歯ブラシ、めっちゃおしゃれじゃない。寝まーす。晚安。谢谢大家观看影片，记得按赞、订阅、分享，还有给我留言。下次见，拜拜。有兴趣的话，看一下别的影片。我要减肥。